はい、それでは助動詞ルラルの説明をしていこうと思います。まずは助動詞ルなんですけれども、下二段型で動きます。活用表はレーレールルルルレレヨの形です。これ覚えちゃってください。これを覚えておくと次のラルに転用できますので、絶対覚えておくといいと思います。いいですね。レーレールルルルレレヨの形です。はい、で続いて接続です。これがちょっと厄介なんですけれども、今までとはちょっと違ってですね、特殊な接続になります。余談、なへん、らへん、動詞の未然形にだけくっつきますよっていう、そういう感じです。結構限定的な接続になっていますので、これも覚えておくといいと思います。はい、で、意味が4つあります。4つの意味は、自発、可能、受け身、尊敬の4種類です。自発って何かっていうと、自然と何か起きてしまうこと、これ自発と言います。で、可能はできる、できないのできるです。はい。で、受け身は何かをされたりすること。で、尊敬はこれ敬語。ね、そんな感じで使われるということになります。はい。動詞にね、こういう意味を付け加えることによって助ける。これが助動詞ですから、ル、ラルに関しては、この4つの意味を付け加えることで動詞を助けるっていう、そんなような働きになっています。はい。続いて、ラルです。さっき、ルの活用表を覚えておくといいよって言ったのは、このためなんですけれども、頭にラをつければ全部活用表が完成します。ね、同じく下二段型です。ラレラレラルラルルラルレラレオです。だからまあしっかりルの活用表を覚えて、で頭にラをつけたらすべてそれでおしまいというのがラルの活用表になります。はい、続いて接続です。接続はさっきやったね、限定的な余談、なへん、らへんってありましたけれども、それ以外にくっつくのがこのラルの役割になります。で、意味なんですけれども、ルと全く一緒です。4つの意味を持っているという、そういう助動詞になります。はい。ここまでね、一生懸命聞いてくれた人の中でも、この2つの違いがいまいちよくわかりませんよ、というふうにね、まあ思ってくれた人が結構いるんじゃないかなと思うんですけれども、そんな人はですね、接続に注目してほしいなということです。つまりですね、この2つの助動詞っていうのは接続以外に違いがありませんよ、という、そんな話です。はい。じゃあ、どう違うのかっていうのを確認していきたいんですが、余談、なへん、らへんの未然形ってどういう特徴があるのかっていうのを確認していきます。例えば、余談活用だったら、走るっていう動詞がありますね。これの未然形の形は、柱なんですよ。で、なへんは死ぬですけれども、未然形の形は死な。で、らへんはありですね。これを未然形に直すと、あらになります。で、この赤でくくった部分の共通点なんですけれども、これすべて、A の音ってのが分かるはずです。はい、つまりこの余談、なへん、らへんのこの、動詞の共通点っていうのは未然形に直すとすべて A の音になるよということなんですね。だからこのるっていうのは A の音にくっつく専門の助動詞と考えればいいよということです。はい、じゃあ一方ラルはどうなのかっていうと、さっき確認した通りなへん、らへん、余談、なへん、らへん以外のですから、担当するのは、これ、い、え、おの3種類。これを担当するのが、ラルの役割です、ということになります。はい。じゃあ、なんでうがないんですかって思った人もいると思うんですが、このうがないのはなんでかっていうと、動詞の言い切る形って基本うで終わっちゃうので、例えば見るとかだと、これは助動詞がくっついてるのではなくて、動詞の終わりの形になっています。終止形の形ね。だから、い、え、おで考えています。まあ、うは除外しちゃっていいよってことです。はい。ここまで整理していきますね。ル、ラルの違いは接続に注目してねって言ったと思うんですけども、ルはね、これはすべて A の音を担当します。だから、柱、ルです。わかりますね。柱、ル、しなる、あらる。こういう風な活用ですね。うん。で、その他にも、い、え、おの音が来た時には、このラルをくっつけて、ね、まあ、助動詞の意味を、付け加えることによって、動詞を助けていこうっていうね、そういう助動詞、動詞を助ける、助動詞の役割になっています。はい、なんとなくわかりましたかね。じゃあ練習問題ちょっとやっていこうと思うんですが、これ、ルー、ラル、どっちつければいいのっていう、そういう問題をやっていこうと思います。はい、まず、蹴る、これ終止形なので、未然形に直していきます。活用表覚えてますかね。これは、唯一ある、家業、下一段の形ですね。うん、未然形の形は、蹴です。はい。けずなんですね。うん。だからここ、け、一文字なんですけれども、はい。伸ばすと、けーで、いいの音です。はい。いいの音の担当は、ラルですから、けーらーる。ね、こうなります。なんとなくわかりますか？大丈夫かな？はい。聞く。これを未然形に直していきます。はい。聞かずですよね。はい。聞か。
うん。はい。あーの音。だから、光るが正解。で、次これ、くですよね。可変です。可変。可変ね。可変。可変だから、これ未然形の形は、はい、こです。うん。こはおーですね。うん。だから、おーの対応するのは、ラルの仕事ですから、こんな感じで。それぞれつく助動詞が違いますよということになります。なんとなくわかりましたかね。はい。で、さっきの注意事項になりますけれども、走るとか、見る、浮くるのるですね。このるに関しては、全部動詞の一部になってますので、これ気をつけなければいけません。じゃあ、どうやって見分けたらいいのかって言ったら、例えばですけども、走る。で、ここ、走るの、走だけ取ってみたら、意味が通じるかって言ったら、ここだけだと、意味通じないですよね。うん、箸だけだと意味が異なっちゃう。うん。ちゃんと意味が通るかっていうのを確認してもらって、で、判断するといいと思います。まあ、こんな感じで動詞の一部になってる可能性もね、十分にあるよということです。はい。でここまで、まあ、どういうね、意味があるのかって話をしてきたんですけども、ルー、ラルの違いについては、ご理解いただけたかなと思います。で、続いて意味の見分け方についてやっていこうと思うんですよ。4つも意味があって、文章のね、こう文脈判断でやっていくのは結構厳しいです。で、このルーラルはね、意味がたくさんあるので、意外と入試にも出るんですね。じゃあどうやって見分けていくかっていう話なんですけども、ル、ラル。まあ、これ多分傍線部テストと引っ張ってあります。で、この、まず上を見てください、上。で、上を見たときに、はい、知覚動詞。知覚動詞って何かっていうと、まあ、思ってしまったり、感じてしまったりとかね。あとは、笑ったりとか、泣いたりみたいなところですかね。これが心情になりますけども、こういう部分が、動詞がね、ルーラルの上にあった場合には自発になるよということです。うん。まあ、だから、意識しなくてもそうなってしまうような動詞だったりするものが上にあったときには、このルーラルの意味が自発になりますよっていう、そういう感じです。はい、続いて2番ですけれども、ルーラルの下に打ち消し語。図とか、なしがあった場合には、これは可能の意味で捉えましょうということですね。はい、続いて、受け身なんですけれども、受け身、柔道を意識してください。一人で勝手に投げられないですよね。ね、受け身取るのは誰かに投げられたから、受け身を取るわけですよ。はい、だから、上に必ず誰々に、人物にっていうものがあります。うん。で、その後に何々される。この文章が通るのであれば、受け身になります。ちゃんと、人物がいるかどうかを確認してみてください。そうすると、受け身の文が成り立つはずです。あとはね、なんだろうか、なんかを指示をされたみたいな文章で、そんなにスムーズに読めた場合には、これ受け身になったりすることがありますので、必ずしもね、誰々にっていうあるわけじゃないんだけれども、基本的には誰かに命令されて、うん、ね、自分が何かをされたっていう、そういう文章っていうのを意識するといいと思います。はい。で、それ以外ですね、この、さっき上見てもらって、自発か受け身かっていう可能性があるかなって確認してもらって、下見て、まず、なしみたいな打ち消し語がなかった場合、それ以外は全部尊敬になります。うん。あとは主語が高貴な人物な場合が多いですので、そういう確認もしておくと、まあミスは減るかなというふうに思います。はい。大体こんな感じで見分けることができるはずです。で、かなり注意してほしいことなんですけども、これも即点数取れるやつなんですが、レタマウとかラレタマウっていうね、形になった場合には、これ絶対尊敬にはならないよっていうことです。覚えておくといいと思います。逆に、オーセラルですね、の場合できた場合には、これ尊敬の意味になるよということなので、この2つ覚えてください。はい、じゃあ最後に練習問題やって終わりたいと思います。じゃあこの表を見ながらで構わないので、一緒に考えていきましょう。はい。で、シュートに褒められるっていうふうに書いてありますね。ここ、注意ですね。はい。誰々にですね。人ですね、これ。人。うん。褒められるっていう風に言ってますね。はい。さっき言った、誰かに何々されるの受け身が正解ですね。これはだから受け身。うん。になります。はい。続いて。はい。恐ろしくて、ね、狙われずって書いてありますね。図。はい。下に図があります。打ち消し語です。打ち消し語があったら、はい。これですよね。可能。だから、はい。2番は、可能ということになります、はい、今一声呼ばれていらえん、いらうっていうのはこれ返事をするってことですけども、呼ばれましたっていうふうに言ってるね。これ誰かにですよね。はい、誰かにっていうのが隠れているはずです。
呼ばれているので、はい、ここも受け身です。ちょっと近く同士にね、感じてしまって、これ自発じゃないのと思った人いるかもしれませんが、これは誰かに呼ばれているので受け身の文章になります。続いて、恋しく、ね、思い入れられる。はい。まあ、好きだった人と別れてしまって、その人のことを思い出すっていうのは意識的に思い出す場合もありますが、大体の場合は、これ勝手に思い出されてしまうんですよね。はい。ということで、ここは、自発でしょうね。勝手に思い出されちゃうから自発の意味になります。で、最後。オーセラルが出てきましたね。はい。これの場合には、ここ送り仮名がなかったですね。オーセラル。だった場合には、これ尊敬になりますので、ここもすぐ即答することができるよと。尊敬。ってことになります。はい。こんな感じでね、意味4つあるんですけども、この表を覚えることと、ルーラルの違いですよね。接続を注意して、あの音担当がルです。いえおの担当がラル。これを覚えた上で、この活用表を覚えてもらって、しっかり意味の判別ができるといいかと思います。はい。それではこの動画これで以上になります。